はい、ここでは直線について対称な点、直線について対称な直線の求め方について勉強していきます。何やっていくかというと、直線 L について点 P と対称な点 Q の座標を求めようみたいな問題があるんですね。で、これどうするか、一見ややこしそうに見えるんやけども、マスターするべきポイントは2つしかないんですね。やからぜひぜひ慣れてしまってできるようにしてください。まず直線 L について点 P と対称な点 Q の座標を求めろって言われた時に図をイメージするんですね。直線 L があるよと、点 P があるよと。これ L について点 P と対称な点 Q やから、この P から L に垂直に交わるように線引いて、同じ距離のところに点 Q を取ればいいんですね。これが対称な点の取り方やったんですね。ここまで OK ですか？でもこの図を見ればほぼほぼ完成してて、なんやっていうと、求めたい点 Q をまず文字 AB と置くと、この PQ の傾きが分かりますよね。というのも PQ は L と垂直だと。垂直っていうことは傾きかけたらどうなるんでしたっけ？っていうと、傾きかけたらマイナス1になるんでしたよね。だから L の傾きさえ分かれば PQ の傾きも分かるじゃないかと。これが一つ目のヒントになるんです。そしてもう一つは、ここの距離が等しいっていうことは PQ の中点、ここですね。ここは PQ の中点やと。そんな PQ の中点は絶対 L 上にあるんですね。だから中点が L 上にあるっていうことは、逆に言うと中点の座標を L の式に代入しても成り立つよと。この2つのヒントがあれば、求める点 Q の座標っていうのは出すことができるんですね。それを具体的に問題で見ていきましょう。直線 X たす 2y-3=0 があるよと。これを直線 M とするよと。さあ、そんな直線 M に関して点 P 0-2 と対称な点 Q の座標を求めようっていう問題があるんですね。言われた通り図書いてみると、直線 M があるよねと、点 P 0-2 があるよねと。さて、この M に関して点 P と対称な点 Q の座標を求めようと言われたとき、まず図的イメージを想像するんですね。 M にこの垂直に交わるようにこういうふうに線を引く。そして同じ距離のところに点 Q を取ると。ここですね。で、この求める点 Q を AB とするっていうのがポイントなんですね。なんでポイントかっていうと、こうすることによって P の座標も 0-2 って分かってるから、 PQ の傾きを文字で表すことができるんですね。 PQ の傾きっていうのは X の増加量分の Y の増加量やから、 A-0 分の B-2 で A 分の B+2 と分かると。ところで、この M の傾きっていうのも分かってるんですね。 M の式はこれやと、 X+2y-3=0 やと。これ Y イコールの形に直すと、 Y イコール -2/X+ ほにゃほにゃになりますよね。だからこの M の傾きは -2/1 って分かるんです。そして M の傾きさえ分かれば、これ垂直っていうことは傾きかけたら -1 ですよね。だからこの PQ の傾きも分かると。 M の傾きが -2/1 なんやったら、 PQ の傾きは2って分かるんですね。この傾きの求め方、垂直からの傾きの求め方がわからない人はね、必ず前の垂直と直線のとこの動画をね、必ず見直しておいてください。ここではそれを踏まえた上で、進めていきます。それができるとね、もう踏まえた上で進めていきますのでね、必ず動画を見直しておいてください。 M の傾きがマイナス2分の1とわかれば、 PQ の傾きは2とわかる。つまり PQ の傾きっていうのは文字で置くと A 分の B+2 やったし、それは2であると。だからこういう式が成り立つんですね。そしてこれを計算していくと、 2a-b=2 っていう一つ目のヒントが出ると。 PQ の傾きで一つ目のヒントが出るんですね。もう一つのヒントは、 PQ の中点って L 上にあるよねっていうことです。ここですね。 PQ の中点は L 上にあるよねっていうことです。だから P と Q の座標は一応文字で置けてるんやから、この中点っていうのも文字で表すことができるんですね。 2分の a+0 と 2分の b-2 やと。これに関しては、内分点のとこでね、中点の座標の求め方を復習しておいてください。これで、中点 2分の a+0 2分の b-2って分かるんですね。これが M 上にある、この直線上にあるっていうことは、この式に代入しても成り立つということです。 x=2分の a と y=2分の b-2 をここに代入して成り立つっていうことなんですね。それが直線上にあるっていうことです。つまりこれが M 上にあるっていうことは、代入して成り立つんで、代入した式を書くと。そして、計算していくと、もう一つのヒントが出る。この二つを連立すれば、A と B の値が出るよと。これで Q の座標がわかるっていう流れなんですね。OK ですか？ということで、直線 L について、点 P と対称な点の求め方、座標の求め方やりました。まず図的イメージは必ずイメージするようにしましょうと。そして、図的イメージさえできればもうほぼ完成なんですね。というのも、
これは垂直に二等分してるねんから、こことここの距離が等しいっていうことは中点が L 上にあるっていう一つ目のヒントがある。もう一つは PQ の傾きは L と垂直やねんから、傾きかけてマイナス1で PQ の傾きがわかる。この二つのヒントを使えば求めることができるよという流れでした。ね。あとはノーヒントでできるようにね、類題見つけてしっかり練習しておきましょう。で、この下の直線に関して、直線と対称の直線の方程式は次の動画でやるんでね、そちらを、見てください。